欧州漢受験生の皆さん、こんにちは。今回は間違えやすい記号を取り上げてみました。ここにいろんな、記号を並べています。まあそうですね、今これを、取っているちょうどもう6月になったところなんですが、もうだんだん暑くなってきましてね、そうするとこういった七夕だとか天の川だとか朝顔だとかちょっと気になる季節なんですよ。まあだいぶだいぶもう暑くなってきてましてね。うん、季節を表している言葉っていうふうに言うんだから、まあ七夕、天の川、朝顔、残暑、バッタ、月、これ夏だろうと思う人が多いんですよね。それが間違いなんですよ。実は七夕、天の川、朝顔、残暑、バッタ、月、ここに並べたものは、お、月があるから、それで気づいた人もいるみたいですね。これは秋の季語です。はあ、秋ですか。じゃあ次、この葉桜、田植え、麦の秋、麦の秋って秋って書いてあるんだから秋でしょうという人もいるかもしれませんが、実はこれが夏なんです。これちょっと私意地悪な書き方しましたね。今こう説明しながら意地悪な書き方しちゃったなっていうふうに、ちょっと反省してます。ただ夏、ちょっと置きますよ。はい、こちらが秋と書いておきます。じゃあその次、夏みかんだとか残雪、雪残ってるんですね。ああ、じゃあこれは春だろうと。まあ全て季節セットにしていることから考えると、夏みかんは春なんですね。はい、そうすると春、夏、秋、ごめんなさいね、読むの忘れちゃいましたね。遠足、雪解け、春です。ただ春、夏、秋ときたらもうこれは冬ですね。小春日和、冬になった泣いたての頃のちょっとポカポカ暖かいような日にちを小春日和なんか言いますよね。もしかしたらクラスに小春ちゃんなんて子はいるわけないかもしれないですね。でもなんか名前でありそうですよね、小春って。はい、春っぽいですよね。でも違うんです、これは冬になります。今回わざと紛らわしいように間違えやすいものを中に入れました。で、実は皆さんがもしこうテストの中で記号を問われるような問題に出会った際には、間違えやすいものが出てくるんですよ。で、こういったものは歳時記というところに分類されているんですが、それ間違えやすいのも含めて片っ端に覚えるなんていうことはできないです。なので間違えやすいものを押さえておきましょう。例えば七夕、秋です。天の川、朝顔、秋です。そうですね、葉桜、麦の秋、夏です。そして、はい、夏みかんと言われたら春。まあ雪関係は雪のこれ残り物ですから、まあ残り物って変な言い方ですが、残り物だからこれ春ですよ。そして小春日和、春ってあるけど冬です。ちょっと紛らわしいような形で並べたので、紛らわしく思っている人もいるかもしれませんが、紛らわしいものこそ要注意です。頑張りましょう。